現ホームから見た旧ホーム現在の駅、入り口旧ホーム時代の中浜駅中浜駅は、鳥取県境港市腰の頭頂和本格にある、西日本旅客鉄道境線の駅である。業界の名前から取られた愛称は、牛木駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。米子駅管理の無人駅であり駅舎はなく、 直接ホームに入る形になっている。出入り口は、上りホーム米子寄りの旧ホームがあった方向に面して設置されており、かつてその手前のボックスに自動券売機が設置されていたが、現在はボックスともども撤去されている。下りホームへは、校内踏切で連絡している。下り線に双方向の出発信号機を備えており、米子方面への折り返し運転が可能である。 廃線では上り線が直線になっているが、出発信号機が上り、方向しかなく、境港方向への発車はできない。臨時快速港ライナーの停車駅である。交換設備が設置される前は一面一線のホームで、現在の下りホームと、構内踏切を挟んで、与那号寄りに位置していた。屋根付きの待合所が駅舎を兼ねていた。構内には乗り場番号表記が存在しないが、 駅移転当時の告知ポスターでは、上記の乗り場番号が使われていた。なお、運転取扱い上の番線番号は、この表記とは逆転している。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。バス停留所は、与那子寄りの踏切を渡って、西側の一般道路上に、中浜駅バス停がある。ありがとうございます。